頑張って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 、めちゃくちゃ頑張ったんです。私こんなに頑張ってんのにまだ頑張らなあかんの？だからこんなダメな私、こんな悪い私、どうやって褒めんの？人を本当に励ます言葉って何だろう？自分を元気づける言葉って何だろう？その輝きを応援するハッピーミラクルアーティスト、武田悦子です。どうぞよろしくお願いいたします。さて、早速ですけれども、皆さん両手を出してください。で、それをこの手首の横のシワがありますよね。そのシワとシワを合わせてこう合掌する形を作ってください。で、その指の長さに変化があった方、右手の方が長くなった方、ありがとうございます。で、今手にありがとうございます、ありがとうって声をかけたんですが、ちょっと変化ありましたよね。指が伸びましたよね。これが言葉の力です。この感じ覚えててくださいね。では、難しいって言ってくれますか？難しい。じゃあ、簡単じゃないって言ってくれますか？簡単じゃない。ありがとうございます。先ほどネガティブな言葉をかけると、体の反応が、力が出ないっていうことを見ていただきました。難しいって、ネガティブかな、ネガティブじゃないんかな。でもよく使いません？難しいって言葉。でも簡単じゃないっていう言葉に変えると、体の力が戻ってきました。やっぱり難しいってネガティブだったんですね。で、簡単じゃないって、これのって面白いですね。ポジティブな言葉を先に使うと、そっちの方に反応します。だから簡単じゃないっていう否定語がわからないんですね、脳は。なので、失敗しませんようによりも、成功しますように、うまくいきますように、先にポジティブな言葉を脳に入れてあげると、体はそのように反応して、その通りの行動をしてくれます。逆に、ついやっぱり難しいとか、あるいはどうでしょうね、最近ついてないわとか、私も心配性やし、もう失敗せえへんかと思って、心配で心配でしょうがないねんって、こういうことを口癖にしてると、それを全部自分が聞いて、脳が聞いてますので、やっぱりその通りのことが起きて、その通りのことが起きるので、ああ、ほら、やっぱり私が思った通りうまいこといけへんかったわと、それを繰り返すと、ネガティブな思い込みを自分で作ってしまうっていうことなんですね。で、じゃあポジティブな言葉使いましょうって思うんですけども、なかなかそうはいかないところがあります。実は私たち無意識でいると、80%はネガティブなことを脳は考えています。この話は、ちょうど10周年のヒデさんのドリームファクトリーの10周年のパーティーでヒデさんもおっしゃってたんですけれども、これが 80% ネガティブなことを考えるっていうのが実は本能なんだそうです。今でこそ、雨露しのげるね、お家で住んで、もうスーパーに行けば食べるものがあふれている、そういう幸せな私たち暮らしをしているんですけれども、昔昔、まだこう槍を持って、石槍持って獣を追いかけてたような時代だと、例えば雨が降り続くと、明日食べるものあるんやろか、このまま雨が降り続いたらどうなるんやろか、常に危機感とこう隣り合わせで暮らしていたので、それは自分の体を守るための防衛本能だったんですね、ネガティブであるっていうことが。で、さらに私たち頭の中で1日に6万回とか8万回、自分の中で自分に語りかけているといいます。それがネガティブなままほったらかして、その言葉を使ったり思ったりし続けていると、
どうしても何か新しいことやろうとかこれやろうとか思った時に何かいい発想が浮かばなかったり、こう自分でブレーキをかけてしまうっていうのが実はこのネガティブな言葉を使っていたからということなんです。でも私はネガティブであることが悪いとは思っていません。私たち思考とか思考と感情があります。そして、いくら思考でこうポジティブシンキング、ポジティブ思考をしようと思っても感情があります。感情の生き物です。だからちょっとうまいことがいかなくなったらやっぱり落ち込みます。でこの感情に浮き沈みがあるのはもう当然です。自然です。このポジティブな時もあればネガティブな時もある。もう一日に昼と夜があるようにこうなって当然なんですね。自然のことです。人間だもの。私ももちろんめちゃくちゃあります、浮き沈みが。で私の好みとしてはだいたいこの辺、この真ん中の線、ここの真ん中の線はポジティブでもなくネガティブでもなく、こうフラットな状態だと思ってください。ちょうどこう静かな湖のこう表面のように穏やかな気持ちでいてるとき、瞑想して穏やかな心を静まった状態のところがこのフラットの状態、自分の中心だと思ってください。で私個人的にはこのややポジティブ寄りがいいなと思っています。この辺に自分の気持ちがある方が自分から良い波動を出していいものを引き寄せられるからです。でもどうしても下がります。私も腹立つこと、悲しいこと、イライラすること、モヤモヤすることいっぱいあります。そんな時ちょっと気持ち落ち込んだら何しますか？なんかアイデアありますか？普段してることありますか？食べる。いいですね。食べますよね。何かありますか？猫ちゃん、いいですね。癒されますよね。猫ちゃんと遊んだらね、確かにここになると思います。猫ちゃん、ね、で私は今日はそう、この落ち込んだ時に困るのは例えば上司の方からなんか叱られたとするでしょ。で、怒られました。最初はこの辺だったのが、そういやあの時前もあの上司にこれ怒られたわ、私同じ失敗ばっかりしてるやん、あかんなあかんな、いやでも上司だって悪いんちゃう、腹立つわって、なんかこうだん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 負のスパイラルに陥って、周りを責めたり自分を責めたりしてしまって落ち込んでしまうとですね、ここに上がっていくのにすっごい時間もエネルギーもかかります。なのでなるべく落ち込んでもちょっと浅めにしたいな、早く上にこの位置に戻りたいなって思うんです。で今ね、食べる、猫ちゃんと遊ぶって素敵なアイデアを教えていただきました。私も食べます。で食べるんですけど、他に3つちょっとアイデアを披露したいなと思います。すごく簡単です。簡単です。1つ目は深呼吸です。なんか気持ちが、ね、落ち着かないとどうしても息が上がってきて呼吸が浅くなります。なの でその上脳になかなか酸素が回っていかなくなるので、ゆっくり深呼吸をすると脳にも酸素が行き渡りますし、こう深呼吸って内臓のストレッチって言われているので、だん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 リラックスして気持ちが落ち着いてきます。少し上がりました。そして次に2つ目は自分の今起きている感情に気づく、そして
認める、これがめちゃくちゃ大事やと私思ってるんです。以前はですね、今日は言霊の話ですので、ありがとうございますって魔法の言葉だと思うので、そのことにもたくさんお話ししたいんですけれども、以前はこう少し沈みかけた時にはもうすぐにありがとうございますって言ってたんです。それはそれで効果がありました。でも私自分に嘘ついてるかもしれへん。で今錯覚の法則とかっていう本も出てますし、脳は錯覚させた方がいいって言われてるので、ありがとうございますって気分を変えるのは錯覚するのにとってもいい方法だと思います。でも私もそれをやってたんですが、この自分の感情に気づいて認めるっていうことをしてから、私は自分のことがもっともっと愛おしくなりました。よく人目を気にする方、私人目が気になるのっていう方、私もそうなんですけどもね、こうやって皆さんに注目されるとめちゃくちゃ緊張してるんですけども、心の中で認めてほしい、人に認めてもらいたいっていう思いが潜在意識の中にあったんです。でも本当に本当に本当に認めてほしいのは自分自身なんです。自分で自分を認めるっていうことが一番大事だったんだなと思います。で、もやもやしたりイライラしたり、なんかわけもなく悲しいなって思うときは自分に語ります。そうやな、今イライラしてんねんな、そうよな、そうかそうか、今悲しいんやな、なんかイライラしたりざわざわしたりするんやな。こうやって自分の感情に気づいてその言葉を繰り返して認めるだけで、すごいこう気持ちが柔らかくなってくる。それだけでもスーッと上がってきます。3番目いきます。アクションを変えるです。心って見えないので、ここをこういろいろ触ることできないんで、そういう時はちょっとしたアクションを変えることで気分が変わります。1つ目、万歳する。万歳、私も朝起きたらついてるついてる、万歳、今日もいい日だ、万歳、全てはうまくいっている、万歳、これ毎朝日課なんですけども、落ち込んだ時もやります。っていうのは落ち込むとどうしてもうつむき加減になりますよね。万歳しながら落ち込めないんです。なので万歳します。それから、拍手します。ありがとうございます。拍手、手のひらにはたくさんこう神経が行き渡っているので、拍手するとすごい脳にいいんですね。脳を活性化してくれます。なので拍手します。北朝鮮のね、偉方がよくいつもしてますよね。あれすごい、まあ、ちょっと置いておきましょうか。でもう一つはジャンプする。その場でジャンプします。ジャンプで、どうしてもこうイライラしたりとか怒ったりとかもやもやしてるとき、これも気が上がってくるので、こう丹田に気を落とすイメージでジャンプします。そしてもう一つ、これ最近始めたんですけどね、めっちゃ気に入ってるんですよ。ライオンの吠える真似をする。こう特にこれ腹立ってる時に効果あるんですよ。こう腹立つ人とか腹立つ状況をこう目の前にイメージしてガーって吠えます。で、さっきこうネガティブな言葉をなるべく使いたくないって言ったので、腹立つ、ムカつくっていうのは、1回2回3回までにしてくださいね。1回2回ぐらいで、あとはガーガーと吠えます。で、これのいいのは、女性に特におすすめなのは、
今あのこうなんか顔ヨガとか変顔とかあるじゃないですか。あれをこうなんか大きな口開けるのもすごい表情筋を鍛えてくれるので、こうイライラするのを解消しながら お顔も綺麗になるというね。ヒデさんこういうのいかがでしょうか。ここでもガオーってっていうのが今私がこの気に入ってるのはその3つです。気持ちを沈めながらここまで来た時にそう魔法の言葉ありがとうございますを使うと本当にこの辺りでいい気分やなっていてられると私は思っています。頑張って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 めちゃくちゃ頑張ったんです。で、あんまりしんどくなった時に、まあ、ママ友とか、人生の先輩にあたる方にこう話をしました。ちょっと辛いんですって。そしたら返ってきた言葉が頑張れ、えちゃん頑張ってだったんですね。え、私こんなに頑張ってんのにまだ頑張らなあかんの、すごく悲しかったです。またある方はあなたよりももっと大変な人が世の中にいるのよと言われました。確かにそうです、確かにそうだと思いましたが、その時の私は余裕もないので責められてるような気がしました。それでそれ以来人に自分のこう辛いこととか悩みを打ち明けるのをやめました。なので全部腹立つことも悲しいことも理不尽やなと思うことも自分の内側に全部全部全部押し込めたんですね。で押し込めて出さないでいるとどうなるかっていうと女性は子宮に溜めます。溜めるんだそうです。そして私も溜まりました。で子宮筋腫になりました。ちょうどその手術をする頃に肩の力を抜きなさいって言ってくれる方がいました。はあ、そうか肩の力か。でやってみました。でも抜けないんです。抜き方がわからない、抜けてる状態がわからない。はあ、肩の力抜かなと思えば思うほど肩に力が入りました。これも励ますつもりで言ってくださった言葉なんですけれども、私その当時の私には効果はありませんでした。そして次に出会ったのが自分を褒めてあげなさいっていう言葉でした。今は自分のことをめちゃくちゃ褒めてるのでまたそれが本当に素晴らしいと思っているので向かい合う方には自分を褒めてねって言ってますけれども、当時の私はとても自分のことを褒められませんでした。お前が悪いと言われました。だからこんなダメな私、こんな悪い私どうやって褒めんの、自己否定と自己嫌悪の塊でどうやって褒めんの。その時もその言葉は私には役に立ちませんでした。こうやってずっと人を本当に励ます言葉って何だろう、自分を元気づける言葉って何だろう、ずっとずっと探し続けていました。そして次に出会ったのはありのままのあなたでいいよっていう言葉です。これはキャップ子供へのCAP と書いて子どもへの暴力防止プログラムというそういうプログラムがあるんですけども、このプログラムと出会って、ワークショップを受けた時に言われた言葉です。私はその言葉にすごくこう惹かれてやっとなんか心が少しこう緩んだ感じがしました。はあ、こんなダメな
な私でもいいんや、 OK 出していいんや、ありのままじゃまだ不十分やけど、でもまず自分に OK 出してみよう。その言葉にすごく惹かれて、私はキャップの仕事をするようになりました。自分もそこへ行けばその言葉を何度も聞けるし、また自分が発することで自分にも聞かせてあげることができました。やっと欲しかった言葉に出会えたなっていう気持ちになりました。そしてついに欲しかった言葉に出会いました。それはありがとうございますと大好きです。もちろんその2つはそれ以前から知っていました。でも違いはいつ言うかなんですね。これが皆さんご存知と思います、五日市剛さんの月を呼ぶ魔法の言葉と斉藤ひとりさんの天国言葉、この2つを知った時に、ああそうか、先に言うんや、目から鱗でした。嬉しいこと、楽しいこと、幸せなことが起きたから言うのじゃない、嬉しい、幸せ、楽しいって言ってるからそれがやってくる。何かが起きたから、何かやってもらったからありがとうございますじゃない、先にありがとうございますって言うんや。叶ってほしいことがあったら先にそれを言うんや。起こりました、叶いました、ありがとうございます、ありがとうございます、先に言うんや。このいつ言うかを変えただけで本当にいろんな奇跡が起きて、人生が、私の人生が変わり始めたんですね。でそのことに気づいてこう周りを見ると、やはり相変わらず、まあ、私もうついもう何年か前まではそうだったんですけども、まあ、でもありがとうございますと先に言い出してからもう12、3年経つんですけどね、もうその以前の私はもうネガティブな言葉をいっぱい言ってたわけなので、こんなにネガティブな言葉が周りにあふれてるの、なんとかなれへんのかな、もっとこの言葉の素晴らしさがみんなに伝わったら、もっともっとみんなに奇跡がいっぱい起きて、もっともっと幸せに輝く人が増えるやろな、そう思って私はこのワークショップを考え やり始めました。で、ありがとうございますって本当にすごい言葉だなって思うのは、このありがとうございます、これってありがたいことが、こんなことが起きるなんて考えられないようなことがここにありますっていう意味なんですね。もう皆さんご存知だと思うんですけども、ということはこれミラクルが今ここにありますっていうことなんです。で、私がハッピーミラクルアーティストっていう名前にしたのは、あ、本当にこの言葉の力でミラクルを起こせるんや、実際起こしてきたので、これ使おうと思ったんですね。で、アーティストっていうのは、実は私絵を特に描けるわけでも音楽がこうできるわけでもないんですけれども、アーティストっていうこの響きにめっちゃ憧れてたんです。ですごい憧れてたので、でもな、別にアーティストって名乗るのに国家試験ないんで、名乗るのは自由やなと思って、まあ名乗ってみようと、名乗るの自由、ね、や名乗ってるうちにもしかしたらほんまにアーティストになれるかもしれないね、錯覚させてるんです脳をね、言葉には力があるので、ハッピーミラクルアーティストって名乗ってたら本当にそうなっちゃうわと思って今それを使ってるんですけれども、で、このありがとうございます、ミラクルが今ここに起きてますっていうのを先に言っとくと、本当にそういうミラクルが起きる。で、もう一つ漢字ってすごいなと思うんですけど、
吐くってこれだいたいこうゲロを吐くとかこう捨て台詞を吐くとかあんまりこっから出るものってあんまり綺麗なもんじゃないですよね。言葉もそうですよね。だってここにマイナスついてるんですもの。でこのマイナスを取ったら口からプラスの言葉を言ってたら叶うんですもんね。本当感じってすごいですよね。なので意識してポジティブな言葉、特にありがとうございますと大好きです。でこの大好きをなぜ言うかっていうと、さっきの認めるっていうところなんですけども、私はこうよく自己肯定感とか自尊心とかが大事だってこれも聞かれたことあると思います。なんとなくこう自己肯定感とか自尊心っていったらなんか難しく考えちゃうんですけれども、これをねなんかもっと簡単にできへんのかなって思ったら、そうや大好きにしたらええやん。自分に大好き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 って言ってたらなんかすごいええ感じやな。それだけで自分を大事にする、大事にされてるっていう気持ちになります。一番お伝えしたいのは、皆さん一人一人は世界でたった一人の大切な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 存在、かけがえのない存在です。あなたには価値があります。ものすごい価値があります。今たとえ自分のことが嫌いやとかなんかうまくいかないことがあったとしても、あなたの可能性無限にあります。あなたの望みを叶える力はあなたの中にあります。でもそれになかなか気づけないでいる。それに気づいてもらうにはどうしたらいいんだろう。それが私が言霊ワークショップとカラーセラピーワークショップをしている私の行動の原点です。自分のことが大好きで自分の望みを叶え、生き生きと輝く人をたくさんたくさん増やしたい。それが私の願いです。皆さんの願いが叶ってさらにご発展されますこと心から応援してお話を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。